どうもお疲れ様です。6月21日金曜日朝6時の相場解説になります。えー、今日はね、あの、静観が基地だと思いますので、トレードをね、するというよりも、まあ、しっかりと観察した方がいいと思います。別に弱気になってるわけではなくって、例えば今ね、こういうふうに冷やしを見ることができます。前回介入で押し戻された金額のヒゲがこういうふうに出てるでしょ。 でそこにすっぽり入っちゃってるわけですよね、しかも真ん中ぐらいまで行っていて、今、おおむね159円ですけども、もう160円が目と鼻の先なんですよ、まあ、こうなってくると、介入が入らないまでも、ちょっと不測の事態が起きるんではないかなというふうに警戒した方がよろしいかと思います。つまり、見えてない材料がね、多すぎるんですよね、それに加えて、見えてる材料ですけども、もう間もなくですけども、こちら、CPI の発表があるでしょ、これってのは結構荒れるんですよ。 ですんで CP の発表によって CPI の発表によってこの値動きが押し戻されて元の水準に戻ればまたねしばらくこちらの黄色い枠のことは考えなくてもいいんですけどもじゃあね CPI の影響で上の方に突き抜けた160円を超えた場合はどうするんでしょうかってことになりますけどもこうなるとですねこれはまさにねどうなるかもっともっとわかんなくなりますんでもうチンぷんかんですテクニカルが通用しない領域に行っちゃいますので さらににが必要になってくるまあそんな翌週の見通しになるんですよね。じゃあ今日は静観の中でもどういうふうなことを確認すればいいかってことですけども一つ目はもうすでにこのヒゲ先の介入水域に入っているよってことをね思い出していただきたいかなっていうことそれから4時間の方に移りますけども4時間の方もこちらこちらを抜けてブレイクしたでしょ で、上昇トレンドは上昇トレンドなんですけども、こっちの方に何にもないわけですよ。つまり、これがね、どこまで行くのか、どこで、この含め益が利確されるのか、全く見えないんですよ。で、上昇が限りなく続くと、160円に達しちゃいますし、そこでは投資家さんのね、気持ちも変わってきたりとか、決済するモチベーションも湧いてくると思いますんでね。だから今日は成り行きを見た方がいいと思います。なんせ、昨日ね、突き抜けすぎたんですよ。 うん、何ぼかね、利確が入ってこれがね、折れ曲がって、反値戻しも起きてくれればまだ良かったんですけどもね、このアセンディングトライアングル抜けた後、ドカーンと上に跳ねてしまったというところでね、まあ大きく利益を取った方もいると思いますけども、ここら辺から慎重になった方がいいと思います。特に今週はシナリオ通りに月間も水木も行きましたんで、金曜日はほっと一息ついてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、1時間です。1時間は3点天井の突き破り。これによって昨日はね、 エントリーするタイミングが非常に測りやすかったです158円台に入ったらブレイクと判断するっていう方法もありますしこの3点を抜けたらアセンディングトライアングルからブレイクに向かうっていうそんな考え方もあると思いますでこれは後からなんですけどもこのひげ先によって跳ね返って上の方に来たんでここで新しくエントリーするっていう方法も生まれたわけですよまあこれはもうね時間が時間なんで実際にここまで見てる人はいなかったと思いますけどもね はいえ。ということで、今週も目論見通りになりましてね。今週158円に突入するんだろうなと思ったら、早めに158円に達して、そして157円台に戻って、また158円を突破したら倍でブレイクしたと判断しようねって言ったら、まさにここでそうなったわけですから、もう願ったりかなったりの月化水木だったと思います。で、金曜日はその分、しっかりと生還して、今後の動きについてね、えー、検討を張り巡らす、そんな一日にしてもいいんじゃないかなと思います。えー、それでは、 軽く流していきましょう。お疲れ様です。それでは、FX オリ合わせの皆様は、後ほどまた。